おはようございます。どうも会長です。今日は、ウェルプレイドリーグのシーズン3ファーストゲートがね、そろそろ開幕するので、その予選で扱う大会のステージ、予選主要ステージ3つの、まあ強編成とかね、セオリーとかを語っていきたいと思います。後ろに動画流したりはしないから、まあ、大会興味ない人はちょっと面白くないかもしれないので、まあ、すいません。暇な人は、まあ、結構ぶっつけで話すので、長くなってしまうと思うので、ラジオ感覚で聞いていただければなと思います。で、まずウェルプレイドリーグって、一番敷居が低い公式大会だと思うんですよ。まあ、甲子園も低いんですけど、まあ、てっぺんに比べればかなり低いと思う。で、まあ、大会頑張ろうって思う人の、まあ、足掛けになるいい大会だと思ってて、で、6回ぐらいね、予選勝てば、ブロック優勝して、その本戦のね、上位4チームに出れるということで、ですね、まあ、1回勝っちゃって、その、本戦に出ちゃえば、まあ、かなり宣伝してもらえて有名なチームになれる、有名な選手になれるので、まあ、ワンチャン狙って頑張っていきましょう。で、今回も、ファーストゲート、セカンドゲート、サードゲートまで、フォースゲートないはずなので、まあ、1回優勝もしくは2位になっちゃえばラストゲートもほぼ確定で出れるんですよ。まあ、そこも結構いいのでマジで誰でもワンチャンあるから気合入れて頑張って1回本気で優勝すればグランドスラムも夢じゃない。そう、頑張ってくれ。というわけで、予選主要ステージがね、高山広場、ツッペル工事現場、チュラ島リゾートということで、BO3 なんですよね、予選は。ブルペイドリーグってポータル制なんですけど、本戦は。まあ、予選は普通のてっぺんと同じルールなんで、まあ、ステージが指定されてるから、まあ、ちゃんとね、編成を練れるっていうところがまたいいところなんですけど、全部のね。まあ、そこで、まあ、その、一般的な強い編成、まあ、大会における強編成とか、よく見る編成とか、誰が作っても強い編成とか、まあ、それぞれの、その、大会でのね、立ち回り、セオリーをね、喋っていきたいですね。バトアリとかフリーバトルと大会ってマジで全然違うものなので、そのワンミスで負けるっていうところがまた、いいのか悪いのかっていう感じなんですけど、だらだらとね、喋っていきます。で、まあ、高山広場ですね。高山広場と、スペル工事現場、この2つは結構、誰でもワンチャンあるステージなんで、その強い人が強いというよりかはその編成の、ね、相性とかそのミスの多さとかで勝敗が決まってくるから、まあ予選いいんじゃないかなって思います。僕は嫌なんですけどね。で、チュラ島リゾートはちゃんと強い人が強いかな、分かってる人が強いみたいな感じかなって個人的に思うんですけど、まあ、高さんで立ち回り的にはだいたい初手詰めですね。初動突っ込んで、まあ、倒して人数より作ってポータル確保して、まあ、3点なり4点なり取ってあと逃げ切るみたいな編成がとても多いです。多い。まあだからアタッカーは絶対入る。輪廉はほぼほぼいないね。まあ、アタッカーなし編成っていうの、輪廉あたりとかそういう系はない。で、オミとキツネが大体いますね。ヒーロースキルに依存しないキャラ。マルコスとかは弱いから、まあそういう感じ。まあリュウも溜まりやすいんでワンチャンありなんですけど、そのマリアとか、リヴァイとか平面だから、まあちょっと渋いなーって感じがします。あいつもまあ、なしではないけど、まあ連携がちょっと難しくなってくるからどうなんでしょうね。まあオミとキツネが一般的に一番多いですね。で、まあ、他に言うと、キララとか、まあ、チュンリーも多いですね。グランドスラムも高さんチュンリーいたんで、チュンリーも多い。まあ、レイヤーは諸説なんですけど、まあ、キルスプは結構多いですね。初手敵 A まで詰めやすいっていうのいうところがまたあって、あと、カモられるキャラがいると、そのめちゃめちゃきついんですよ。相手もめっちゃ加速積んで、マジフルカのしたりして、めっちゃ突っ込んでくるんで、そのガンナーとか、まあ、その、デズとか使うと一気に詰められて縛かれます。だから、ガンナーするんだったら、その、ニーズヘックとか、
まあ、昔だったらギルガメッシュも結構使ってましたね。僕らルミナス組み手はギルでタカさんでやってましたね。まあ、今だったらニーズエッグかなり強いんでワンパンされないっていうところがまたいいところなんで、火力もあってね、ガンナー枠だったらニーズヘッグがほぼ一択かなって思います。タカさんっていう結構初説明ステージだとねって感じです。まあキルスプ苦手だよっていう人はまあ支援するのもあり、僕はね、まあ、使い分けてますね。気分というか、まあ、その時の話し合いによって変わるんですけど、そのボイドをしたりキララしたり、まあ、チュンリーは今まで引きれなかったんでやってなかったんですけど、まあ、あとグッサフも多いですね。やっぱ死なないっていうところがいいところなんで、そのミスしてもその急われるからポータルは取られないっていうところがまたいいところなんで、グッサフも結構多いですね。だからガンナーなしのグスチュンリーアタッカーとかも結構多いから、まあそこら辺はね、まあ、バチバチ戦える中でその自分たちの得意なキャラを出すのがまあ大会高さのセオリーかなって思います。うん、僕はグランドスラムではねボイドル出したんですけど、タカさん2年前の優勝した時のやつ、最近はまあキララとかたまに出したりしますね。まああと例外としてタンポロも強いですね、タカさん。僕のね、ウェルプレのどっかの予選の動画あると思うんですけど、それ見てもらえばわかるんですけど、タンポロしてます。タンポロで予選全部勝ってる。やっぱ近いから、その相手も近いから詰められやすくてやられやすいんですけど、こっちも近いから耐久もしやすいので、ガチって語れちゃえばもうほぼ勝ちみたいな。初動結構きついんですけどね、まあ、そこはまあいろいろ動画上げてるんで、タカさんの大会の動画あさって見ていただければわかるかなって思います。以上タカさんでした。ツッペル工事現場、これはね本当に僕は嫌いです。まあ、ヒーロースキルゲーだったりするし耐久ゲーだったりする、二択ですね、二択。まあ、シードはして耐久、デルミンとかポロロッチョとかして耐久する人もいるし、まあ、敵陣飛ぶのもあれなんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、テスラとか使って、まあ、耐久する人も結構いて、まあ、あとは、その、A は絶対貯めれるっていうところもあって、デズコミのまくり編成するチームもいます。あと、ルチアーノもたまにいるんですけどね。まあ、そんな感じで、まくりたい、その、耐久みたいな感じになりやすいですね。普通のタダマミとか、まあ、あと、マルコスとかも、リリマルも、まあ、たまにいるけど、あんまりいないな。まあやってもいいと思う、貯めれるから。まあただ、耐久編成来た時にリリマルにまくれるかって言われたらちょっと厳しいかもしれないので、うん。まあまくりか耐久が多いですね。メグミンとかもいるね。って感じかな。まあ C ポータル、すっぽり終えるルーカとかも強いし、まあここだったら、広いから一直線で倒せる、アダムとか、セイバーも多いですね。セイバーは、ツッペル一発で復帰できたりするんで、C の方まで、フィッシュから。まあ、かなりおすすめかなって思います。で、まあ、単純にキツネとかも多いですね。まあ、初手詰めも多いかな。その、まくりが多いっていうところから、加速、詰ませて、味方に、キツネと、まあ、他に、グスなり、キルスプなりで突っ込んでって、その、4点目狙うみたいな編成も多いですね。で、保険に、全体加速積ませた DZ とか後ろに添えとけば、その、失敗した時にもまくり返せる、みたいなこともあるんで、まあ、そういう戦い方もできる。じっくりまくるのもよし、初手詰めて、まあ、保険にまくりを持つのもよし、みたいな感じで、まあ、その、結構じゃんけんになったりするんで、そこは、頑張ってください。まあ、編成的にはそんな感じかな。あ、一応リリマル僕らもしましたね。北海道甲子園で僕リリマルで最後ツッペルで勝ったんですけど、まあリリマルもまあいなくはないから全然ありなのかなと思います。はい。
まあ、マクレだったり竜も強いのか、その国立とかもいるんですよね。 A 貯めれるっていうところから初手デズと一緒に A 広げて貯めて、もう復帰したらすぐ加速国立で HS パワーみたいな感じもいるんで、あと当たりとかモンスター当たりも使えるし、まあ、だから竜とか初手すぐ貯めて打てる、迎撃できるっていうのも結構おすすめかもしれない。そんぐらいですかね。で、チュラ、チュラはマクリが一番多いかなって思います。そのチュンリーがチュラに段差があるんで、段差引き連すると、まあ、浮いてカードが吐けなくてほぼ確定で死ぬっていう、悪魔のようなね、プレイングがあるので、まあデズと、まあマクレルアタッカーとチュンリーっていうのが結構多いですね。昔はその段差飛べたセイバーとか多かったですけど、まあ今はどうなんだろうな、強さ的に竜とかになるのかな、まあ、とりあえずチュンリーは強いです。はい、強い。で、あとはそのグス、キツネ、チュンリーみたいな初手詰め編成、まくりが多いって言ったんで初手詰めが多い。まあ貯めれるステージは逆に初手詰めてその有利を取るっていうこともできるんで、まあ、どうしてもマクル編成だと脆くなっちゃうから、まあ、それを逆手に取って初手詰めるのもあり。で、あとはタンポロもいる。ラバーズとかが結構タンポロしてたんですけど、チュラで。魔物レステスラ。まあ、5ポータルが一直線に並んでるんで、テスラコイル結構刺さりやすかったりするから、まあ、結構タンポロテスラ強いですね。うん。そんな感じで、大会って結構相性ゲーなんで、まあ、相性悪くて相手が完璧な動きしてきたらほぼ負けるね、まあ、相手がミスしたら勝てるんですけど、まあ、自分が相当上振れるか、まあ、結構相性ゲーなんで、まあ、そこら辺はそのワンチャンかけてめっちゃその絶対耐久でいくとか決めるのもいいし、あとは自分たちが自信があったら、まあ、穴がない編成、マクリーにも対応できて、耐久編成も上から潰せて、みたいな。まあ、どっちかは、ま、自由なんですけど、ワンチャンかけるか、手堅く絶対自信を持って勝ちに行くかは、まあ、それぞれですね。まあ、僕らは頑張って穴のない編成を探してるんですけど、まあ、なかなか難しいですね。まあ、積みっていうことはなかなか、最近はなくなってきたけどね、耐久編成がね、結構、思ったより少ないんですよね。本当に強いんですけど、やる人がだいぶいないんで、まあ、どっちかっていうと、その、狐入りの編成とか、初手詰めのケアだけできれば、まあ、なんとかなるかなって思います。後からヒーロースキルでワンチャンみたいな。その、自陣最初に崩壊して、もうどうしようもないっていうのが、その、一番もったいないから、守り切ってなんとかできる感じにするといいのかな。以上です。3月13日の土曜日らしいので頑張りましょう。ルール、まあそんな感じですね。以上です。まあためになったかわかんないんですけど、まあ強い編成というのはまあそこら辺なんで頑張ってみてください。まあ、環境はそんなに変わってない気はするから、まあ、今まで僕が言ったやつで、多分、そこへ相当強いのかなって思います。あと、まあ、新しく入ってくるって言ったら、まあ、勇者とか、最近結構多いですよね。チュラとかも段差があるから、まあ、勇者も全然使えたりするんで、まあ、自分の好きなキャラがいる人は、まあ、それでも全然勝てると思うので、頑張ってみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、僕もうまくいけば、ウルプレでリーグ勝って、まあ本戦出たいので、良ければ決勝の場でお会いしましょう。さよなら。